あれ敵じゃね？おお、抜き、抜けるよ今の。いや、全然 AFJ 使えるポジション多いぞ。全然多い、全然多い。ここも抜けると思う。ほら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 。いやー、ちょっと気持ちいいなこれ。本日のガチャタイム。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。僕、花粉症がね、スギ花粉がかなりひどいんですけど、今年はもうだいぶもう、楽になったので、鼻がだいぶ開通してますね。なので結構、喋りがいい感じが気がする。今日は、久しぶりにちょっと武器紹介というか、アタッチメント紹介をしようと思います。まあ、クラス紹介ですね。で、ICR、こう、ランクマやってると、どっちかっていうと、まあ、クイックとかね、ロンバレをつけてる人が多いんですけど、実は FMJ つけるといいよっていう今日は紹介動画になります。で、アタッチメント。で、グリップ2はね、もちろん必須なんですけど、で、海外のプロシーンではやっぱり FMJ つけてる人がね、多いですね。で、なんでかっていうと、まあ、クイックドローは、まあ、正直 ICR は中距離、遠距離で戦うことが多いんで、まあ、ADS の速度っていうのはそんなに求めてない。というか、もうそもそもね、敵と接敵するときは大体構えてる。で、ロングバレルなんですけど、で、ロンバレつけてその伸びた分の距離あるじゃないですか。その超超ロングレンジで戦うことが、まあ、今作のマップ上そんなにぶっちゃけないんですよね。だから、まあ、FMJ つけて、まあ、壁とか車とか貫通力高めた方が、まあ、使う機会が多い。まあ、FMJ つけた方が、まあ、つけないよりマシっていう感じです。まあ、おまけ的な。はい、というわけでやっていきましょうか。ちょっと、フリクエンシーか。ちょっと ICR 活躍するの難しいマップかもしれないんだけど、まあ、とりあえず、やってみましょうかね。まあ、特に、FMJ 活躍するのはやっぱファイアリングレンジですかね。あそこのもうめちゃくちゃ薄い壁ばっかなんで。FMJ つけるともうないも同然みたいな。さあ、後方支援。ICR なんでね。おう、危なかった。あれ？味方が奥で湧いたってことはセンター脇か、これ。おう、危ない。あれは勝負しない方がいい。ああいう壁もないも同然。柵？これね、味方が下がって見てくれてるけど、リスポーンが変だ、すごく。やべ、エイム。やばい、ちょっと待って。うわー、くそ。なんか、殴りたかったし、でも殴る距離でもないし、でもハンドガンに切り替えてもハンドガンに切り替えるの遅すぎるし、なんかもうなんかもやもやしたな、今の。ストリーク近かったんだけどなぁ。ICRで。ホールド。あ、こういうとこもね、こういう、なんだろう。言葉ですの難しいな。隠れ打ち？打ちながら隠れて FMJ で壁抜くっていう打ち方が結構強いです。で、外周は味方が湧いたと思ったけど、やべえ、これ。一旦逃げる。一旦逃げ、なんかセンター、敵がすごい場所にいっぱいいるな。回復間に合うかな。もう、弾がない。外周かな？え？まあ、なるほどね。僕がタックリプレイで耐えたから。で、湧いたからか。おい、壁抜き。やばいな、これ。ほい。そこいるぞ。ほんと、今日は ICRFMJ のパワーを見せつけていきたい。行くよ。来たら、撃ちながらしゃがむ。今のはちょっとミスった。ちょっと今のはわざとらしすぎて、あんまり良くなかったね。ウィンドウいないかな？だいたいその辺いると思うんだけど。顔出してこないね、敵さん。ICR は詰めるの難しいからな、ちょっと。もう味方がナイス制圧力。やべ、これは死んだかもしれない。なんか分かったわ。弾拾えたかなこれ。なるほど、そこにいるのね。一回体力増やしましょうか。で、UAV 出してみる。で、味方裏見てないから、裏が危ない。ここ抜けるんちゃうかな。
おお、あぶね。おお、いいぞ、いい感じ。スナイパーヘリまで出たね。さあ、ローテし始めたいな。っていうかもう、エリア始まってるから、次っぽ。なんかいる。なんかおったぞ、そこ。ナイス。やばい、これセンターでぶつかっちゃうから、難しいな。どうしよう。一旦下に隠れよっか。OK。で、センター上来てるんで、ここ降りてくるかも。読み当たり。ちょっと弾、リロードしときたい。おっさん。で、アイシャルなんで、ちょっと後ろ、見てあげようか。後ろから見てあげよう。ロング。ロング押さえて。そうだな。どっから来るかな？これ、後ろ湧きそうかな？やっぱり。この人倒すでしょ？意外と、そうだな。使ってて思ったのが、フリクエンシーあんまり、壁のヒポイント少ないかなと思ったんだけど、意外と使える場面が多いね。さあ、ぐるっと回ったんで、この辺いそうじゃない？一旦この辺クリアリングしますわ。あぶ、うわぁ！あれ？今、ストリークどんな感じだったかな？任せろ？オッケーオッケーオッケー。さあ、こういう時は後ろよく見た方がいいね。パンチ。後ろで味方が湧いてるかどうか。湧いてるってことは裏取りがいないってことなんで。あとは正面だけ。そこ来るかもしんない。構えておきましょうか。リロードしないでもう待っとく、ここ。あ、なるほど、そこか。で、壁抜き。結構当たってる、あれ。ダメージ与えてるから。あれだ。後ろ！ナイス、あとセンター。オッケー、ナイス、味方、ナイスカバー、ナイスカバー。ちょ、弾っていうか、死にそうだから、ロッテします。止まったけど、ICR だから、味方と一緒に行こう、ここは。あれ、敵じゃね？おほ、抜き、抜ける今の。いや、全然、AFJ、使えるポジション多いぞ。全然多い、全然多い。ここも抜けると思う。ほら、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 ほら。いやー、ちょっと気持ちいいな、これ。今日見せたかった部分がめちゃくちゃ見せれてる。これ1回ですね。ちょ、やべ、後ろから来ちゃった。これは無理だ。でもいい感じ。キルペースいい感じだね。44-5。さあ、味方ナイスタックでプロイちゃーん。ぽい。なんか、ストライクチーム大丈夫かな、あれ。さあ、もう、押し始めたいな。OK、いいね。感度ね、いろいろ迷ってて、最近。でも結局、66になりましたね、また。やっぱ66安定。そこにいるけど。今出てくんの？あれ？そこいるよね。残念。こちらと、こちらは FMJ 付きなんですな。おう！ UAV200 にして、ここは外傷さえとこう。来ると思う。また戻ってくるよ、あの人。で、あれは味方が倒せると思うから、先にポイントに行きますと。ナイス。で、これです。センター脇だね。そこ登ってくると思う。あ、まずい、これは。危ねえ、よかった。これ上か。あと、ネクストに行ったやつかな。下でぶつかる。なんか僕すごいロボット実況だな。淡々とやりすぎじゃない？大丈夫これ。淡々とひたすらにここ来る、ここ倒す。いいのかなこれ。いいのかな。スナイパーヘリゲット。来るよ、ここ来るよ、ここ倒すよ。ストライクチームだよ。そこいるよ。味方倒したよ。で、L 字、こっち来ると思うよ。そこ来るよ、多分。3、2、1、はい。3、2、1。もう一人ぐらい来る、多分。来ない、味方はいたから、後ろですね。で、外周いる、そこ。そこいる。そこいる。ロボット実況。ここ、詰める。あー！
あっ、うん、うん、うん、まあ70キロいったからいっか。これは内側ガタガタ倒した。センター下にいると思う。これそこ壁抜き当たらない。いややっぱいるよね。で後ろ2人か、もう1枚いる。ワンコだったやつ200に上げます。壁抜き、内側に2人か。もう1枚いる。これストライクチーム何してんだこれ。ストライクチームはクソエイムしてる。で前2枚、もう1枚来る。そこ来るよ。321、はい。でこれ味方が詰めたからリスポーン買った。後ろ空いてる。で外周来るので構えておきます。もう1枚決め打ち気味で。おお、83キル8。うん、なんか今日めちゃくちゃロボットみたいだったいやなんだろう、これ実況動画じゃなくないかって思ったんだけど、まあこのマップでこれだけなんだろう、まあ壁抜きポイントあったから、もう他のマップだとほんともっとあると思う。なんか多分僕がこう発見してないところでもいっぱいあると思うんでね。まあ皆さんぜひ今までクイックドローとかロンバレ使ってた人は、まあぜひ使ってくれると嬉しいです。まあ感想等もぜひお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。あ、最後に、参考になったら、高評価とお願いします。お疲れ様です。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone, took you